さあ、地元初優出、前田咲希がレースを面白くする存在となるんでしょうか。ピットバラで飛び出していったのは6番の前田咲希です。並び変わって3対3、インコースから1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました。どうずることなく1番松田、好スタートを切っていきましたが、6コースから5番の上村もいい飛び出し。しかし、ここは2番の金田に引っかかる。この間に先に回る。指1本触れさせず、全くもって敵なし。無敵の松田優輝、これで8連勝で締めくくり。スタートは前提正常でした。6コースから飛び出していった5番の上村ですが、現状2番金田との2番手争い。スタートは前提正常。1周2マークの攻防は2番手先手打つ2番の金田を冷静に振り込んでしまったのは2番の金田聡、大きく後退です。5番の上村が2番手で、6番前田咲が3番手、3番次第4番手。レースは2周目に入っています。先頭1番の松田、2番手5番の上村、2人は抜き出す状態。続いて6番の前田咲、3番手2周1マークの旋回。その後ろ内を通って3番白井、前田咲に並んできて、さあへさきがかかりそうなところまで来ました。離れて5番手4番の尾形、2番金田はさらに離れての最後方。2周2マーク、焦点は3番手の争い。内から3番の白井智春、ここは後ろたっぷり引いて6番の前田咲差し狙うかどうか。流れた白井差してくる6番の前田、地元勢3番手の争い続きます。レースは最終周回に入っています。北陸のジャックナイフどころではありません。鬼滅の刃すら霞む、そんな大ヒット連発は1番の松田優輝。疾風怒涛のシリーズリーダー、8連勝で締めくくり。5番の梅村が2番手、焦点3番手、3番白井外を行く。6番の前田まだこらえる。3番手争いは激戦が続きます。これで今年3回目、戸田は今年2回目、通算30回目の優勝目前。1番松田先頭、5番の梅村2番手、3番手6番前田、わずかに体勢有利。ラストターンマーク、1番松田5番梅村止まって3番手どう6番の前田、内から3番白井接近、まだ3番手競り合い続く。切れ味抜群、怒涛のシリーズリーダー。1番松田優勝、5輪、5番上村5輪、3番6番、6番3番接戦で5輪、4番尾形5輪、最高峰で2番金田5輪。